この番組はスーパードクターに扮した折茂社長がレバンガ北海道を B リーグ屈指の人気強豪クラブにするために選手スタッフを診察、視聴者の皆さんと一緒にレバンガの健やかなる成長を願う番組です。題してドクター折茂のレバンガホスピタル。坂さん、はい、レバホスのドン、そして理事長就任おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今日は白衣も来ていただいて、はい、実は名札もあるんです。気づきましたか？最高です ね、 ね、正式に理事長として、はい、今日は忙しいドクター折茂に代わってこちらを仕切っていただきます、うん、MC お願いします。はい、わかりました。新しく理事長になりました、サコです。まあしっかり MC 務めたいと思います。よろしくお願いします。それでは患者さんが待っておりますのでお呼びしましょうか。はい、理事長お願いします。はい、どうぞ入りください。失礼します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日の来院者は橋本選手です。お願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあ失礼します。どうですか理事長姿は？まさか佐野さんが理事長に、はい、なってらっしゃってびっくりしております。はい、レバホスのドンでございます。ドンですか？はい、まあ、ちょっと待って、ちょっと待って。はいはい、何ですか？不満？いや、不満じゃない、不満じゃない不満じゃないですけど、いつも、うん、折茂さんが一応こう、うん、なんていうんですか、やられてたじゃないですか、うん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 、だから、そのイメージでただ来たんで、うん、どうやって今日やっていくのかなっていうふうに思ったんですけど。不満？いやいや全くないです、うん、はい、理事長よろしくお願いします。はい、お願いしますね。お願いします、はい、お願いします。本日はどこが悪いんですか？いや腕は前任者よりいいと思ってます。はい、はい、ぜひ、はいはい、どんどん行ってください。何でももちろんです、はい、やっぱり今年上を目指す CS を目指して、チームとしてやってますので、うん、そういったところで、何がこう重要になってきて、うん、いくのかなっていうのを理事長の方に、うん、聞いていきたいなっていうふうに思って今日来らせていただきました。はい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 、はい、よろしくお願いします。いや、それはね、はい、俺にも分かんねえなそれは俺にも分かんねえんだわ、はい、でも、はい、やっぱり龍馬も、はい、まあ俺も、はい、やっぱ勝ったことがあるじゃん、はい、やっぱさ、チャンピオンになったことがある、やっぱこの人間がやっぱどういうふうにやっぱ戦うかっていう、こういう部分ってすげえ大事じゃないかなと思って、はい、もうとにかく今ね、はい、チームの、まあ、調整もちょっと遅れてる感あるんだけど、はい、でも手応えすごく感じてんだよね、はい、俺は、はい、龍馬は感動感じてます。自分たちの中でこうレベルアップした部分がすごい大きいなっていうふうに思ってるので、うん、それはこう練習した中でも感じてる部分がある。あとはその噛み合わせの部分だけだともう本当に思ってて、本当そう、そこは多分なんですけど、これはちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、それをこうやるためには多分みんなを信頼することとある程度我慢をし続けることっていうのがすごい大切なのかなって自分は思ってるんですよね。なのでその辺はさらに掘り下げて聞いてみたいなっていう。いいねー、はい、いいねー、あ、ありがとうございます。今日いかがですか？ありがとうございます。お前真面目だね。ありがとうございます、はいはい、いやでも、はい、そう思うよ。あ、本当ですか、うん、はい、まあ俺はもう一番大事なことっていうのは、はい、それをやり続けること、うん、そのやり続けるためには信じなきゃいけない、はい、そのやっぱその後のね、その後ろには、はい、やっぱ信頼だとか、はい、継続するためにやっぱ必要なことっていうのは成功体験、はい、でやっぱ失敗体験から学ぶ環境、はい、うん、こういうものってすげえ大事だと思うんだけど、うんうん、やっぱ我々はね、去年もそうだけどさ、はい、チーム力で戦うっていうことをずっとやってきてるんだから、はい、やっぱそこを継続していく、はい、
で、やっぱメンバーが変わったから簡単に勝てるかってそうじゃないじゃん、うん、でもやっぱその中でもがきながらでもやっぱ我々がやろうとしていることを継続していくってそのやっぱしつこさって大事だと思う、はい、いい話ですね、うん、いい話です、いい話です、やっぱり前任者より、はい、前任者はがをこう悪く言うのは良くないとは思うんですけど、ちょっと濃いでしょ、そうそうそう、濃いでしょ、濃い話になっちゃうんです前任者薄いんでもうすぐ放送100回レバノス向上委員会、まずはドクター織物の仕事ぶりから。いや面白い面白い、うん、俺が昔から知ってる織物武彦、うん、面白い、結構見てる、あそうなんですね、うん、みんな見てますよ、あの YouTube で、はい、だから娘とかもからも、はい、来ます来ます。みんなに会いたい。レバホース理事長の佐古です。チャンネル登録よろしく。